昨日のホテルの室番号が707号室だったね。今日は勝てる日です。あ、タッチするやつだ。よいしょ。あ、おはようございます。しゃー、取れたぞ今日は。21番、勝てる日だ。今日は勝てる日だ。じゃあ頑張ろう。お願いします。はい、繰り上げられて19番っすね。おいしょ。あー、どこだったっけな。とりあえず窓マギ行こうか。あー、リング取れるね。余裕でリング取れる。いや、あれ窓っつうどこだ。ここ、あれ窓か、初代だ。こっち、あ、あった。どうしよう、リング取れますよ。ビビるよな、でも絶対あるみたいな。リング最新機種取れるんで、ちょっと今日はリング打ちます。終焉の時絶対これ落ちてくんでしょう。超怖いな。おはようございます。スーパーステーションの渚です。本日は富山県にやってまいりました。富山県2回目ということで、まあ、前回ボロボロに負けた記憶があるんで、まあ、朝言ったんですけど、ホテルの室番号が707だった瞬間に明日も勝ったなと思ったんで、今日は絶対勝って帰ります。あと抽選がめちゃめちゃ良くて21番引けたんで、今寝台のリング終焉の時取ったんで、まあ解析もあんま出てなくて意識的にはちょっと乏しいかもしれないんですけど、まあ、寝台ということで楽しんで打っていけたらいいなと思ってますので、皆さんどうぞ最後まで見てください。じゃあ早速打っていきましょう。研修開始。はい、じゃあリング終焉の時打ち始めていきたいと思います。まあ、最新台なんで、まあ、初打ちなんですけど、まあ、知識的なものは全然まだ分かんないんで、調べながら打っていきたいと思います。まあ、前作と同じく ART の初当たりにめちゃめちゃ設定差があるっぽい。通常時は全500からチャンスゾーンの抽選をしてるらしいんで、まあ、基本は500からチャンスゾーンに入れて、そこから ART がボーナスを引っ張ってくるって感じらしいです。500からの直撃もあるらしいんですけど、多分結構薄いと思うんです。リングの実践動画とか見てて、私結構ホラー苦手なんですよ。振り越してるとかそんなんじゃなくてリアルに苦手で、ちょっと本当におっさんみたいな声出すかもしれないんで、心構えなんて言った、おっさんみたいな声出すかもしれないんで、ちょっと勘弁してください。ダメ。チャンスゾーン欲しいぞ。すごい、心臓の音に合わせてただ子供ちがドクドクしてる。じゃあ、びっくりした。行きましたね。ちょっと、よかった。
なってるみたいです。大丈夫じゃないか。設定1でも平均継続ゲーム数が250ゲームあるらしいんで、そこはとりあえず超えないです。
けぐらい。めちゃドクドク言ってるんですけど、貞子が。これはさすがに行ったか。50%だったらこんなもんですよね。
ピピピピ今日全部ストップしちゃう。
だと思います。ようやく動物園、ここそう、ゲーム数はちゃめちゃのゲーム数さっき載ってたと思うんですよ。28ゲームとか18ゲームとか、それがレア役を引いた時にまず分母の数字を、まあ、出すんですよ。分母の数字を出して、それにプラス継続率が乗っかって、ここの画面のボタンの色、今青だと思うんですけど、それが継続率の示唆をしてるらしくって、まあ、青だから下から2番目くらいですかね。とりあえず行きます。20ゲーム、はい、おーっと落ち着こう。どうしたよな。いやでも青かっこいいんだから揃わない気もする。ドクドクしてる。
ボーナス。この絵うわでっか、ベル、あーこれレアベル、 MB アートじゃないベルはレアベルです。ここの小ぶい型のこれは取ったか、落ちるべきです。本当にこれは多分撃った人じゃないと分かんないから撃ってほしい。全部見ていいですかこれ。回したんですけど、まあ多分ないかなって思うんで、今日は、まあ、帰りの時間もあるんでちょっとバス乗れないと帰れなくなっちゃうんで、今日はここで終わりたいと思います。じゃあ店内の出玉紹介したいと思います。私の方実践終了したんですけど、店の方
の出玉というかグラフいい台かなりあったので紹介していきたいなと思います。まず絆ですね。絆すごい、このめちゃめちゃ出てる、まあ、ちゃんと一撃じゃなくて出玉持ってる台が半分以上はグラフ見る感じだとありましたね。あとはエウレカツ、これはもう確実ね上入ってるんじゃないかってぐらい、まあ鉄板ですね。すごいちゃんと出玉も持ってるし一撃じゃないんで。あとはマドカの初代、かなりグラフの以外が半分以上ちゃんとありますね。あとクレア、もうグラフが素晴らしいですね。多分上あるんじゃないですかね。両方とも2台ともかなり出てます。めちゃめちゃグラフが綺麗です。それではエンディングの方に参りましょう。はい、実戦終了しました。イエーイ。いや、あ、まず投資と回収の方なんですけど、投資が250枚で回収が2090枚、低投資の大勝ち、素晴らしい。いや、今日新台取れたんで、初打ちで新台のリング終焉の時取ったんですけど、まあ正直設定の方は分かんないんですけど、まあ上手いとこチャンスゾーンで強チェリー引いたりとか、ボーナス中に強チェリー引いたりとかで、無理やり ART に入れてた感もあったんで、まあそこだったのかなっていうのはあるんですけど、まあ面白かったです。一言で言うと普通に面白くて、私がセット数管理のゲーム数は乗せありの継続率ありの台がめちゃめちゃ好きで、まあ、絆とかもそうですよね。あと最近のケロロ好きですが、すごい好きなんで個人的にすごい面白かったです。まあ、出たからっていうのもあるんですけど、やっぱループ倍率システムもうやっぱすごい可能性があるし、爆発した時、いや多分そのうちツイッターとかでリングでこんだけ乗ったぜみたいな何千ゲームとか出てくるんじゃないかと思うんですけど、そんなことないのかな。まあ、全然ありますよね。すごい私はあれで何千ゲームも乗せたいなって思いました。次もまた機会があったら打ちたいなって思います。まあ、なんか皆さんもリングでバカ乗せたぜみたいな人がいたら、ツイッターのリプライとかで送ってくれたら嬉しいです。あとお店の方なんですけど、まあお宝がゴロゴロ眠ってるんじゃないかと私は思いましたね。グラフまあ見たんですけど、まあなんか可能性が全然まだあるのにやめられちゃってる台とか、そんなに回されてない台とかがまあ結構あったんで、いやもったいないなって思いますね。稼働がちょっと落ち着いちゃったんで途中から、まあこれから、まあ、夕方なんでここから稼働上がって夜めちゃめちゃ伸びる台とかもあるかもしれないんで、今日記事取材もやってるんで上がると思うんで、もしよかったらそっちの方も見ていただけたらなと思います。いやもう8時半のバスですよね。6時半のバスに乗らないと名古屋に帰れないらしいんで、もうちょっと私もリング打ちたかったんですけど、ちょっと時間の関係で、まあ、時間は言い訳にはしちゃダメですね。まあ、仕方ないですけど仕方ない、今日はおとなしく帰ります。まあ本当は海の幸も食べたかったんですけど、その時間がなさそうなんで、また来月来させていただくんで、その時はぜひ食べれたらいいなと思います。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次もぜひ見てください。あとツイッターとチャンネル登録もよかったらしてください。お願いします。